今日はお休みだったよって。そう、お休みでした。そうね。でもちょっと割と長い時間用事で外出てたりとかしてたので、なんかお家帰ってからはちょっといろいろ覚えたりとか、明日のやつとかもあったので、お仕事のために使った休みって感じでした今日は。でも午前中はゆっくりしたので、そう、お昼まで寝てからやったのでだいぶいい感じでございました。ちょっとさあ、うん、くしゃみ出そう。出ない。なむずむずする。明日は朝早いですか？早くはないけど、でも朝だねっていうくらいの時間。明日楽しみね。あと3日、言うてもうちょっとで日付変わるから、もうあと2日だよね。そう、写真集もらってきたんですよ、この間。なら、でれん、まだ開けてないんですけど、もらってきちゃった。開けたくないんだよね、なんかもったいないから。そう、分厚くない？こんな感じです。もう一度全紙もらってきたの。いや、この間なんかそれこそあのサイン書きに行った時に、あのこれだけもらって、あとは事務所に送ってくださるって言って、荷物重たくなっちゃうからって言って、とりあえず一冊だけそういただいたんです。帯ついてないんだね。今回帯はないんですよ、私の写真集こちらになっております。そう、そうです。なんかそのこの写真集がそのライメックスっていうね、何度も言ってきたんですけど、ライメックスっていうあの素材で作られていて、で紙じゃないんですよね。そう、石で作られた素材なので、そうなんですよね。だから帯を作っちゃ、まあこのシールもまあ紙ではあるんですけど、帯作っちゃうとその帯は普通の紙になっちゃうからっていうので、ってなるとせっかくライメックスっていう素材で作ってるのになんかなってなって、こうなったみたいです。そう、帯もライメックス、まあ、作ろうと思えば作れるとは思うんですけど、そうなると多分この写真集の値段がまたちょっと上がっちゃうんですよね。そう、そうなんです。
通の紙よりライメックスの方が高いので、ライメックスというかライメックスで作った方が高いので、そう、また帯もライメックスってなると多分ね、お金が皆様が払う量が増えてしまう。もうちょっとね、楽しみです。楽しみにしてて、楽しみにしてて。触った感じは紙と変わらないのかな。いや、なんか紙みたいな、パな、なんて言うんだろう、あれ感はない、乾燥感なんて言ったらいいんだろう、乾燥感はない。そう、なんか質感がいいやつって感じ、なんか、やっぱ質感はいいなって思った、うん、浜ちゃんにプレゼントするってしようかな。ファースト写真集は多分私メンバーにあげてないので、多分そうね、今にもあげようと思います、うん、うん、このあとジュース買いに行こう、自販機。お渡し会も楽しみでね。お渡し会ももう言うてる間だもんね、あと1週間ぐらい。ねえ、楽しみ。ほんと早い、時間が過ぎるの。今週末かも、早っ。もう誕生日やもんな。ねえ、びっくり。早くこのショールームの誕生日仕様がなくなってほしい、なくなってて早く元のやつに戻ってほしい。せっかくシルバーウィークとかもう、それもでも虫のあのお気に入りの背景だったのに悲しいんだ。今日開いてあーってなっちゃった。せっかく好きな背景だった。どうして？あんま色が好きじゃないあんま色が好きじゃないね。あんまこのクリーム系の色と、なんとあんま好きじゃない。ポップなのは苦手って、うん、毎年言ってるね。そう、毎年言ってる気がする。あーってなっちゃう毎回
あーんってなっちゃうんだよな。お洋服とか持ち物とかでもあんまこれ系の色持ってないわ、そういえば。小学校1年生時ぐらいになんか持ってた服がこんな感じの色だったけど、一着冬のやつ。誕生日が苦手な気持ちもあるのかな。あ、お誕生日は苦手じゃないから全然。だからこの色があんま、いやあれだっていうだけ。当日だけでいいね。誕生日の日にイメチェンはどう？イメチェン？イメチェンしてほしい。髪の毛この辺まで切ったのかな。この辺まで髪の毛切って、ここ刈り上げてしようかな。ねえ、若い二十歳ぐらいの時になんか好きな髪型とかなんかしとけばよかったなって思う。あん時はあん時でさ、髪の毛めっちゃ染めてさって思ってたけど、人生で一回ぐらい刈り上げてみたかったな。その上げたら伸ばす時が大変だからね。なんか昔ならまあなんかいけたんだろうなって思うけど、今やったら面倒くさってなりそう。そうね。カウントダウン TV ライブ良かったって、ほんと出たかったな大西、それマジでほんと悲しい。出たかった大西も。でもやっぱまだしっかりなんかそういう気持ちあるんだなって思った大西。そう、羨ましいってすごいなって。あんま写真見れなかった。みんなの写真あんま見れないぐらい羨ましいってなって、もう本当出たかった。だね。ね。ずっと言ってた、みんながレッスンしてる時から、いいな大西も出たい。なんで出てないの？ね、なんで出てなかったんだろうね。ね、稽古の NG が出せない。でも明日は出るんだけどね。なんかその辺はちょっとよくわからないけど。多分そうだね。スケジュールの兼ね合いだよね。
ブさんとかで話したことある人いるの？コラブの方は一緒にお仕事したことあるの何人か。アンロケみたいなやつであれはアンロケなのかな、あんたロケロケみたいな、アンロケで、そうなのか、何人かはご一緒したことあるか。あんたロケみたいなっていうの どれだっけみたいな、あんたロケなのか、あんたロケロケなのか、なんかターボみたいなやつもあるじゃん、なんか どれか分かんないよねそう いっぱいあるからちょっと分かんないんだよね、どのアンロケだっけって。そうなんちゃう、そうなの、ね、いっぱいあってちょっと分かんないよね。マータンとは連絡取ってる？取ってないな。違う、お店がなんかさ、一回携帯変えたかなんかしてからトークが全部消えちゃって、そうなんだよね。そう、それでお店多分返せてない気がするんだよね。履歴引き継げなかったか、なんかね、何人かはいけたんだよね。あれさ、毎回そうなるんだけどさLINE 変えるたんびに毎回ちょっとだけ引き継げるんだよ。そう多分大西のあのバックアップの仕方がおかしいんだろうね、わかんないけど。バックアップっていうボタンを押してバックアップしてからやってるんだけど、でもなんかね、何人かしか引き継げない。毎回ちゃんと言ったこと一回もない、わかんないんだよね。私の携帯の容量の問題なのかもしれないけど、わかんないね。いつもこう LINE じゃないわ、携帯変えるときって携帯の容量がドパンパンになってからお店は買えるからそうだからさ、 LINE だけじゃないのよ、なんか写真とかも残るやつは残るんだけど残んないやつのなんか残ってない、なんか よくわかんない。だからお店の携帯そう、むしろ写真もいらないんですよ、いつも引き継ぐときに。そうでもなんかついてきちゃうんですよ、昔のやつが。でもそのついてきた昔のやつも全部ではないの、なんかもう分かんないんだよね、使い方がいまいち、ね。ちゃんと使いこなせたことない電子機器、携帯に限らずテレビも加湿器も DVD レコーダーもルンバだってそうちゃんと全ての機能を使いこなせたことがない。分かんない。本当は大西んちのるんちゃんは外っていうかさ、外出中とかも使えるルンバちゃんなんですよ、携帯と連動してみたいな。できない、分かんないやり方だからいつも大西がお家いるときに働いてもらってる。そう、分かんない。Mm-hmm.
洗濯機が止まりました。後に洗濯を干します。自分も機械音痴ってでも難しいよね。なんかね、何年か経ってからあこんな機能あったんやみたいなさ、あるある。すごいよね。電子機器大好きです。いや、もしも電子機器は大好きなの、電気屋さんとか大好きなの。ももちゃんが AKB と全く関係ないところで話題になってた。何の話題？こいつブスだなって、やめてよ、へこむからやめてよ。悲しい。いろんな機能あるの知ってても使うのは限られてくる。あ、本当？説明書は読まなそうね。読まないね、説明書。連続配信記録について間違いだった、もう西野ごめん。連続記録配信、こいついつまで続けてんだって。ごめんね、別に。でも大西も続けてるつもりはないんだ。ごめんね、こいつ嘘の記録続けてるって思われてる。うわ、怖っ。怖い。今日はとてもネガティブだわ、私。うん、情緒情緒、私の情緒に問題があるようだ。でもよく来るんだよね、来るってか、なんだろう、よく目にする。連続記録配信について、15分の配信とかしたらそんなんで毎日って言えるの？もういいんじゃない？もう途切れてるんだしみたいな。何も面白くないよみたいな。そうやっていつ多分だから見に来てくれてるんだろうねと思うと何とも言えないんだけどさ。そうじゃん、見てないと知らないじゃん、だってそんな情報。今日大西が15分やったとかさ、だから見てくれてるんだろうなと思うんだけど、思うんだけどさ。そうなの、なんかさ、あれできたらいいんだけどね。いや、でもそんなんしたらもう終わりなんだけど、ショールームに鍵つけるためにまあそんなんしたらさ、もうさ、新規の方がさ見に来てくれないのは分かってるからさ、できないっていうのは分かるんだけどさ、 Twitter みたいなさ鍵とかつけれたらなんかすごく平和でいられそう。うん、鍵やかにできないのかね、ショールーム。もし鍵でいい、なんなら。
まあまあまあね、冗談は置いといて、写真集の宣伝もしていかないといけないから、いろんなところで話題になってもらわないと。頑張るわ、じゃあこれからも宣伝を。ということで、じゃあちょっとそろそろ12時になってしまいそうなので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位キョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がマークアンコーダーとマークオータ軍大西大地空挺団さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がサトチアとマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がユーナミネギスケさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がコバとマーク大西吉さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がライオンマルさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が RTU アットマーク大西くんマリアさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコーヒレンさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。明日には情緒不安定治ってますようにでは、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですかでもでもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。じゃあね、みんなもゆっくり寝るんだよ。バイバイ。やっすー。